はい、トうマです。今回はですね、安倍首相が国会で立憲民主党の辻元清美さんに意味のない質問だよと言ったことが話題になっていますね。このことについて思ったのは、安倍首相は悪くないっすね。なんでかというと、立憲民主党の辻元清美さんですね。まあ、この方が、まあ、あの、 タイは頭から腐るみたいな,なんかそんなみたいなことを言ってたみたいなんですねあとはなんかあの桜を見る会についてとか家計学園とかねあの森,森友学園についてなんかそんなみたいなことをなんか辻元さんは言ってたんですねだから安倍首相はこれはまあ何の意味もないことだよって言いたかったんだと僕は思うんですねはい これが安倍政権を倒すことの何も倒すこと何の意味もないっていうことを安倍総理は言いたいんだと思うんですよ。<laughs> こういうことをしても安倍政権が倒れるっていうことはないって言いたいんだと僕は思うんですね。ははいいまあ確かに安倍首相のやっている政策は 同意できないもの、評価できないものが、まあ、いっぱいありますけど、まあ、これ、このことについて、安倍首相は、僕的には悪くないと言えますね。はい。